とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最近本当にいいものが出ません。特にタワーなんて全く出る気配がありません。何かいいもの出ましたかというコメントですね、お答えしたいと思います。今日は今回シーズン3で出たいいやつ、全部見せたいと思います。まあ本当少ないとは思うんですけども、こんな感じです。それではタワーシーズン3で出た良かった装備紹介したいと思います。とりあえず3つだね。3ついいのは出てます。まず1つ目、これ動画で紹介したんだけども、ピンクスコーンドレルです。黄金ではないんですけども、エンチャントにロールチャージ、クールダウンショットで浮遊射撃が入ってます。実際使ったところ、やっぱりバーストボーストリングが欲しい。あれがあると火力が爆上がりするんで、ちょっとこれだけではね、火力が物足りない感じでした。真ん中の浮遊射撃を、無限とかにも変えれるんだけども、まあ、変えたところでそう変わりはないんだよね。この浮遊射撃もいいかなと思ってたら、そこまでダメージ稼げないので、やっぱりバーストボーストリングが、欲しいところだね。はい。とりあえず、ピンクスコーンドレル。これはまあまあ良かったですね。そして続いて二つ目。263、冬の指先。これは黄金だね。黄金スキルで、クリティカル。がついてる。でもね、1なのよ。クリティカル1。発生確率が 10% ぐらいなのかな。なんで低めにはなってます。で、これがエンチャントがね、まだつけてはないんだけども、まあ、つけるとするならば、アーティファクトチャージ。そして虚無、クールダウンショット、かな。まあ、クリティカルがついてるから、ピンクスコーンドレルよりは若干火力は出そうな気はするんだけども、やっぱり火力を出そうとするならば、バーストボーストリング、もしくは、冬の指先だったらマルチショットなんだろうね。なのでこの真ん中にマルチショットかバーストボーストリングが欲しかったところです。おそらく、これで行ったとしても、そこまで火力は出ないと思います。251のやつで、使ってたけども、そこまで火力出ないんだよね。でもまあ一応そこそこの火力とこのクールダウン編成ができてるので、まあいいとしましょう。そこそこいいやつではないでしょうか。そしてもう一つ、これですね、フルメタルアーマー263の黄金です。黄金スキルで火炎フォーカスがついてます。フルメタルアーマーは結構俺注目してる防具で、まあ、ダメージも上がるし、ダメージカットもできるっていうことで、なかなかいい装備だと思うんだけどね。で、エンチャントで、クールダウンを2つ、もしくは、こっちをクールダウンで、ここを防護にして、もっと硬くしてもいいのかもしれません。で、稲妻フォーカス。だね。稲妻とか、火炎のフォーカスがあるので、カバンビルドで使っていくことができます。まあ、クールダウン2つつければ、回転率がかなり良くなるので、硬いし、いいんじゃない？まあ、回避のクールダウンは倍になっちゃうんだけども、まあ、回避は使っていかないと思うので、これはなかなか使える場所があると思う。クールダウン2と、稲妻フォーカス、火炎フォーカスで。これ悪くないと思いますよ。これはなかなかいいです。そしてもう一つ、これも出てましたね。サブリューイング263、黄金ではないんですけども、エンチャントがなかなか素晴らしい。クールダウンショット、そしてバーストボーストリングにロールチャージです。攻撃力はね、かなり高い。一発チャージショットが360万と、なかなか高い破壊力を誇ります。しかし、弾が持てない。弾がね、初期で確か24発か25発。それぐらいしか持てないので、ちょっと燃費が悪い、装備になります。使っていけるかっていうと、ちょっと微妙じゃないですかね。
破壊力は悪くないよ。そしてもう一つ、これはタワーの報酬ではないんですけども、バブルバースターの、アーティファクトチャージ、クールダウンショットがついてるやつが、お店で売ってました。2日前ぐらいに売ってたかな。うん、俺は使わないけどね。使わないんだけども、まあ一応珍しい品なので買っておきました。タワー攻略したとか、あとはダンジョンをね、クリアしてきたら必ず店は見るようにしましょう。たまにね、こういったいいやつが売ってることもあるので、チェックしておいた方がいいですよ。はい、ということで今日はタワーシーズン3で出た使える装備紹介してみました。ちなみに100周以上はしました。100周以上はしてる。それで3つなので、まあドロップ率っていうのはかなり低いですよ。でもまあ諦めずにね、何回も何回も言ってると、そのうちいいのは出るので、頑張ってやっていきましょう。そしてシーズン4が始まりましたら、生放送で攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。